はい、皆さんどうもお疲れ様でした。それではですね、まず、平成27年度弁理試験論文品試験条約の解説を始めてまいります。条約じゃないのこれ。だってパリ優先権だもんね。はい、まず設問1、パリ条約において優先権制度が設けられたしですね、さすが条約ならではの問題ですねこれね。はい、それで皆さんね、これ出典がね何なのかと。で一応私もね、パリ条約講話とかね、担当でほらボーデンハウゼンが出たもんだからね、ボーデンハウゼンの呪いですからね、ボーデンハウゼンも見たんですよ。そしたら全然役に立つことあまり書いてなくてですね、なんと的中しました。的中講座がありました。入門講座です。入門講座見事に的中してます。12ページ。はい、私もね、入門講座で重要だよと説明してる、そこにほら定義ね、パリ優先権、パリ条約はってあるでしょ。でそうですね、ちょっと革新的なところを言いますとね、パリ条約は調整法的条約、妥協の産物だと。で各同盟国は属地主義に立脚するため、同盟国民は他の同盟国において権利を取得するためには当該同盟国の法律に従い各国ごとに出願する必要がある。しかも一刻も早く出願する必要があるが、外国人は内国民と比較した場合に地理的言語的に不利な状況に置かれているため、内国民と同様の迅速な出願手続きを行うことはできない。この条約は内国民待遇の原則には反しないが、実質的には内外人不均衡を招く。これを解消するため優先権制度が設けられたということなんですね。で、いや入門講座まさかね、そこまで担当だったらまだしもね、論文対策としてはまあやってなかった人が多いと思うんですよ。それでですね、他に何か出典はないかなと思ったところですね、青本もこれまたパッとしないです。青本のね43条見ても全然ね役に立たん。はい、なんと審査基準です。はい、審査基準のパリ優のところを見るとですね、なんとパリ条約の優先権の趣旨という見出しでバッチリ書いてあるんですよね。ほら、同一発明について複数の国に特許戦を行う場合、翻訳等の準備は各国ごとに異なる手続きが必要となるため、特許出願等を同時に行うことは出願人にとって負担が大きい。このような出願人の負担の軽減を図るため、パリ条約は優先権について規定している。このぐらいでいいと思うよ。だっていつも俺言ってるじゃん、設問1には気合を入れるな、ね、だからこのぐらいでいいと思います。入門講座の趣旨はね、非常に出来合いんだけど、もうここまで書くとね、ちょっと時間が足りなくなると思います、ね。はい、ということで審査基準が一応一番そのしっかりした出典だったかなと、ね。あとはまあ入門講座の条約をやってた人はね、良かったかなというところですね。はい、次にですね、今度は設問2なんですが、パリ条約による優先権を主張して日本国特許庁になされた、なんと外国語書面出願が出ましたね。今年外国語書面出願が出たとね。まあ私もほら平成9年以来ね、外国語書面出願出てないから、今年は出るぞと言い続けて早5年、やっと出たかって感じですね。はい、やっと出ましたよ、ね。それでこれですね、いいですか、一般論だからね。ほら問題文にも設問1人については事例と関係なくだから、これ一般論なんだよ、ね。それでちょっとピンクで塗るわね。まずですね、はい、ちょっとピンクで塗ります、重要なところね。パリ優先権を主張して日本国特許庁になされた外国語書面出願について、審査官による審査が行われるためには特許庁に対して一般的にどのような手続きを取らなければならないか、ね、ということで審査を受けたいわけですね。審査を受けたいわけだから、ちょっと待ってくれよ。ちょっと色を変えるからね。まず、今度はオレンジね。その手続きが可能な期間、はい。そして今度は黄色ね、はい。その期間を経過した時の手続きも含めて説明せよ。はい、3つ聞いてる。3つというか2つか、厳密に言うとね、期間です。それからもう一つは経過した時のね救済、はい。これはもうね、法改正ネタですよね。一つはね、これ審査請求だもんね。
審査請求&その追加だね、そして、大国を署名すがんだから翻訳文&その救済、ね、ということで、皆さんあもうそれは持ってるのね、その回答みたいなやつはね、じゃあ、見せてもいいか、はい、じゃあ、はい、まずこれです、翻訳文の定数、はい、ちょっとこれはねピンクで塗っておきますね、翻訳文の定数、優先日から1年2月以内です、はい、そして、期間を溶かしたときはこれ、その理由がなくなった日から2ヶ月以内&期間経過後1年以内に提出可能です、はい、本当はね5項もあるといいかもしれんね、ほら、ま、ギリギリ間に合ったことにするよとね、満了時に提出犠牲ね、はい、ちょっといらんことを教えますけどね、皆さん落ちるとですねここの知識変わりますよ、ね、平成27年改正ここ変わります、ね、どうなるかはこうご期待です、ね、はい、さあそれではですね、今度は黄色でいきましょうか、ね、あ本当はこれオレンジの方が良かったまあいいわ黄色ね、はい、審査請求はもうご存知、我が国から3年以内もしかして大国から3年以内とやった人は私の採点だと10点減点になります、ね、本試験だからどうなるか分からんけどね、そして、復活の手続き、その理由がなくなった日から2ヶ月&1年以内ということでね、これはもう皆さんね PLT の要請でおなじみです、まあ理由付けまで書かんでいいと思いますよね、趣旨まで聞いてませんから、そんなところです、はい、じゃあまた問題に戻りますが、はい、いい問題ですねこれ、設問さん A2 の審査が行われた年、発明 E、 ちょっとこれ青ね、もう拒絶理由ありますから、発明 E について拒絶理由として認められるものを挙げですよね、で緑です、その理由についても説明せよだね、なぜその拒絶理由なのかとね、でそこで一番上の問題、1行目って言えばいいんですかね、はい、ちょっとこれ悪い状況ですから青で塗りますよ、ほら見てください、2行目か、はい、オツは河野承諾を得ることなく単独でっていうだけでもう分かりますよね、そうです、共願違反ね、共願義務違反だから38ですね、49条2号のこれでいいでしょう、つまり受ける権利は共有にかかるところを単独でやってるから38条とね、それでいいでしょう、はい、実際そうなってますか、はい、その通りです、ちょっと青で塗っていきますね、悪い状況だから共同すが違反、ね、38492号で受ける権利がこうオツに原始帰属するところをねオツが単独で出願しとるもんじゃから、はい、よし、じゃあ次ね、設問さんは今設問さんをやったんだ、じゃあ次設問4、なかなか渋い問題出しますねこれ、いやこれ参りましたよね、マイクロフィルムがのマイクロフィルムガンマの閲覧およびその複写物の交付が可能とされた時点において、マイクロフィルムガンマは反布された観光物に当たるかどうか説明せよ、まあ悩ましいところですわね、悩ましいからちょっとオレンジで塗っておきますよ、でこれもですね、まあ、入門講座が的中はしてるんですが、入門講座のね 入門テキスト特実見直してごらんなさい、ね、載ってるからマイクロフィルムね、であと私もね判例の道場とかでやってますよ、ね、再犯の道場で一つはね一眼レフカメラ事件というのがあります、ね、最高裁判決の、ね、昭和55年7月4日あともう一つはこの回答にもあります通り、回答には何事件が載ってる、ちょっとどうよ回答、俺のはなんか途中経過のやつでさ、何事件だこれ、あ載ってますね、昭和55年7月4日これがね、あれ一眼レフカメラ事件です、で一個手前のやつが第二次箱尺事件でいいんですかね、それでいずれにせよね言ってることは同じなんですよ、ね、じゃあ一眼レフカメラで、言いたいことはね、このほら俺がほら口述でね役に立つぞって語呂合わせまで教えてるじゃん、後半項目副文書ずるいね情報伝媒体ね、それでこのオレンジのところがまさに今日書いてほしいところね、まあ原本とか言ってるけどね、まあマイクロフィルムのまず原本があってが公開されて自由の公衆の自由な閲覧に供され
あ、もうこれね、マイクロフィルムと読み替えていいです。マイクロフィルムが自由な閲覧に供され、かつその複写物が公衆からの要求に応じて遅滞なく交付される体制が整っているならば、公衆からの要求を待ってその都度原本から複写して交付されるものであっても差し支えない、つまりその閲覧請求が可能な状態にあればもうこれはね、新規性ないんだよと、つまり肉一さんだよとね、これに肉一さんに掲げる反復刊行物に該当すると言っておりますね。だからこれはですね、該当すると言ってよろしいと思いますね。はい、じゃあですね、次行ってみましょうね。あ、ちょっと回答を見ときますね。ということで、ほら語呂合わせでいきましょうか。後半、これね、口述に役に立つよ。項目、副文書、ずるいね、情報、伝媒体ね、見事に出ました。俺これ出ますよって言ってたじゃないですか、口述でね。論文で出るとは正直思ってませんでしたけどね。はい、で反復とは、不特定のものが見えるような状態に置かれること、まあここへはね、まあ、書かなくてもいいです。でマイクロフィルム、これです。マイクロフィルムは公衆がその内容を閲覧し複写してその複写物の交付を受けることができる状態になれば出願前反復刊行物に該当するね。だから特許庁のね、ほら閲覧請求、これはもう出願公開されてますよね。だから閲覧請求できるんですよ。だからもう刊行物と言えるわけですね。はい、あ、理由付けもなんか緑で塗っときましょうか、一応ね。そこまで、まあ、気合い入れなくてもいいかもしれんけどね。特実はね、時間との勝負なんだから、もう自信がなかったらこういうの書かないよ。マイクロフィルム自体は公衆に交付されないが、公衆に伝達することを目的として複製された明細書原本の複製物で、明細書の内容を印刷した複製物と何ら変わらないし、一般公衆による複写可能な状態にあり、反復されたものと言えるからであると。ね。はい。じゃあ次。よーし。じゃあね、最後の設問ですよ。マイクロフィルムガンマの閲覧及びその複写物の交付が可能とされた時点において、マイクロフィルムガンマが反復された刊行物に当たるとした時、これいつも俺がね、論文系の講座で言ってるじゃんね。4の結論が分かったら次の設問を見ろと。もうほら該当するって言ってるじゃん。ほら該当する時って言ってるんだから、これ該当するんだよもうね。はい、でマイクロフィルムガンマとの関係において A2 に記載されたロ、 B2 に記載されたロ、それぞれ新規性を相するか。一瞬これね、なんだよバカみたいな問題やな、両方とも新規性なしやんと俺思ったんですが、まあそんな問題出すわけないよな。うん、これはちょっと青で塗るよ。この A2 の方はダメだね、これ違うか。 A2 の方はもう救われないだろう。うん、ところがよ、B の方は救われるぞこれね。理屈的には新規性なしだよね。ただね、これちょっと皆さんには配ってません。私が独自にちょっと自分で時系列をね、あれしてるんで、ちょっとごめんなさいね、これは配っておりません。はい、それでさっきのね、オレンジのところはこれです。平成27年1月20日にベータのマイクロフィルムガンマの閲覧可能としというところでもう新規性を失っとるわけやね。でそうするとですね、はい、まず6ヶ月以内です。はい、ということでこれ新送令受けられるんだね。新送令受けられますよ。ほらどういう理由で意に反する工地、意に反工地でいけると、ほらね。だから出願の際にその旨同時に、30日以内に証明書は出す必要ないね。でその一方でオツさんが出願してる A2 はこれは残念ながらもうダメだね。なぜかわかる？事故の行為に起因してもないし、意に反でもないよね。あらーって感じ。俺いつも言ってるじゃん、メリハリで聞いてるよと。ね。だから一瞬両方とも新規性がないんだけど、そんな問題出すわけないじゃん。なんかあるなと。ね。だからメリハリを出すと。イエスとノーで。はい。ということで、ちょっとここもね、解説の皆さんね、レジュメ、メリハリを出しておきますから。まず、ポツ1は青で塗っちゃおくと。ね、そしてポツ2の方は黄色でめでたしめでたしな感じで塗っとくと、ね、意に反するコーチです。30条1項がもう最大のポイントですね。そんな感じです。説問1どうでした？あ、問題1は
ねえ、まあ、またね、いやいやが出るかと私もね、思ってましたけど、パリ優先権、ただ、外所は出ると思ってました。外所といやいやシリーズ絡ませてくるんじゃないかなと思ってましたよね。パリ優の方でやってきたというところはね、見どころです。だから、とにかくね、来年以降もね、結局ですよ、あれなんですよ、弁理士会は論文本試験にパリ条約を復活させたいんです、あ、条約を。ね、でもダメだったでしょ、うん、だからね、もう腹が立つから出してくるんですよ、特許法で。ね、うん、だからもう、これはしょうがないね、はい、もう皆さん、これはね、だから入門講座ね。だからして入門出なくていいよ、もう皆さん受かってる人はね。でも入門講座バカにできねえということは分かったでしょ、これで。で、出ますよ。はい、じゃあ次にですね、次は皆さん、侵害系ネタです、ね、審判系も、ね、出てるけど、侵害系、これもね、いい問題出してきましたね。はい、ちょっとあらかじめ予習してますんでね、私、ちょっと色を塗っちゃってますが。とりあえずね、3人登場してるんで、3色でちょっと塗り分けてみました。まず、コウさん、特許権者ですから、ピンクで塗らせてもらいました。そして、オチさん、これ、譲り受け人ですね。譲り受け人なので、オレンジで塗らせてもらいました。そして、ヘイさん、これ、第三者です。ね、ちょっと譲渡人、譲受人、第三者って感じなんですよ。譲渡人、まあ、譲り受け人ね、第三者って感じなんです。ね、で私なんだっけあれ、最後の悪あがきの道場でもね、力説したところは、常受人までしか登場せんかったら合意まででいいよと、第三者と転得者が出てきたら合意&明確な表示やぞと言ったですよね。そこがもう出たということです。それでね、主人公は兵さんです。で、兵さんは2つの行為をしてます。1つは輸入販売です。で、これは大丈夫です。私が赤アンダーラインで引っ張ってるところ、日本法人兵は業としておつから製品相撲例を輸入し日本国内で販売、これはいいです。はい、ところはですね、これちょっと青のアンダーラインで引っ張ってるんですけどね、内緒は黒でもいいです。E の規範に属する B を日本国内で製造販売してる、これはもうほら新たに製造だからね、まあ別にインクタンク事件じゃないけどさ、新たに製造しますから、これだから精進論じゃないな、申請商品の並行輸入にはかかってません。そうでしょ、はい、まあ、とりあえず設問1はその申請商品の並行輸入ポイントは、はい、これもうね、私メモ書きしかしてませんが、合意&明確な表示、これです。これがあれば侵害として、訴えることができるわけね、原告は被告に対してね、合意&明確な表示ね。はい、じゃあ今度は設問2ですよ。はい、兵さんの逆襲が始まります。兵は原告公に対し E にかかる特許について、公3だからピンクで塗ってる、しかしこっから悪い状況です、青で塗ってます。 E は特許制前に公開された特許公法 X に第一実施形態として記載された発明路と同一であるから、特許法213に規定する発明に該当し特許を受けることができないことを理由とする無効審判を請求した。はい、でちょっとピンクで塗るよ、なぜか公にとっていい状況です。しかし E はロと同一ではないとの判断により、E にかかる特許を無効としない旨の審決が確定し、潰れなかった。ほら、ね、ピンクで塗る。公にとっていい状況。ね、しかしよ、兵はこの野郎と思ってます。はい、その後、兵は公に対して、はい、チャレンジしてます。再チャレンジしてます。はい。E は特許候補 X。X 同じ、ほら。ね、また X かよ。ね、しかし、第二実施形態として、記載された、はと同一であるから、肉一さんに規定する発明に該当し、特許を受けることはできないことを理由とする無効審判を請求した。つまり、はい、理由は同じ、証拠が違う。理由というのは事実、同一事実、違う証拠に基づいて審判請求します。はい。で、いい問題ですよ、これ。はい。兵さんが主人公だから黄色で塗ったんです。兵の特許無効審判請求が、167を根拠として、審決却下されないものとして、審決により却下されない理由、ね、同情が設けられた趣旨を述べす、はい、167の趣旨です。もう皆さんお手のもんでしょう。蒸し返し防止とかね、なんだ、停職審決の防止とか、審判経済の要請とか、
煩雑な事態となるのを防ぐためとかね、まあ、大体もうそういうことを書いてれば OK ですよ、ここは。ね、はい。で、私もちょっと手書きで書いてますけどね、はい、同一の事実および同一の証拠に基づいてその新法を請求することはできないのが167条だが、本文では事実は同一だから証拠が異なるので167条は適用されない、だから却下されないんだよと、そういう問題ですね。え、いい問題ですね、167ね。え、じゃあまだ続くんだよ、ここで終わってね、やったーと思ってた人大丈夫だよね、次のページあるからね、次のページへ続くだからね、はい。公は兵に対して、これもうなんか読むのがかったるいね、ちょっと俺がね、メモをしましたから、はい。公が兵に対して民709をしました、で、勝ったんだよね、で、兵は兵で104条の3の抗弁をしたんだけど、認められませんでした、だから結局、公が勝ちましたね、裁判で、侵害訴訟で公の勝ちです、はい。ところがですね、公は勝ったのはいいんだけど、ちょっと不安に思ってたんですよ。なんかほら、他の観光物へ潰されはせんだろうかということで、だからね、訂正したんですよ。ね、で、訂正したもんだから、なんか狭くなったんだね、技術的範囲が。だから兵が、負けた兵がね、今度は公の訂正によって義判に属さなくなったんやから、もう一回やり直せっちゅうわけよ。それができるかっていう話。できないね、104条の4で。ね。で、これは皆さんね、俺ちょっと間違って書いてますけど、これほら、俺暗記しちゃってるんでね、特殊例の13条の4第1号、ね、なんで覚えてるかというと、サルベージゼミの第3回で俺出してるから、それで、特殊例13条の4第1号なんですが、これね、法改正で、皆さんはあれでしょ、対応されてるから、ね、大丈夫よ。はい。特殊例の8条、皆さんが今日本試験会場でもらった法文集の69ページをご覧ください。はい、そこにですね、これがあります、ほら、特殊例。だから、特殊例8条の1号、これです。はい、ちょっとね、蛍光ペンで塗ってみますよ。ね、いいですか。はい、はい、特許法104条の4に規定する訴訟の確定者終局判決が、特許権者、専用知識のまた保証金の請求をしたものの勝訴の判決場合、まさにほら勝訴、今回勝訴しますよね、原告は。だから1号です、ね、で今度は青で塗るからね、なぜ青で塗るかというと、こういう理由でもって再審の訴えはできないぞという意味だから、ほら、当該訴訟において立証された事実以外の事実、まさに YX と違う事実 Y を根拠として、はい、当該特許が同法、114条2項の取り消し決定、または特許無効審判により無効にされないようにするものである審決、ほら、まさに今回これでしょ、だからできないんだよね。どうですか皆さん、だからここまで書いてたらもうね、もうあれだよ、ダブル A って感じね。どうですか、まあ、そこまで書けなくてもね、104条の4の、3号ですか、ね、104条の4の3号まで出れば、まあ、9大点って感じやな、で、この特殊例8条1号まで出れば、もうごぼう抜き、そんな感じだと思います。はい、さあ、どうでしょうか、皆さん、ねえ、はい、ということで、ちょうどいいぐらいの時間になったですか、まだ俺の持ち時間あるんですか、もうない。あと5分、あと10分ね、よし、じゃあ恒例のですね、質問いってみよう、ね、どうぞどうぞ、いいよ、こういうの書いたけど、どげんじゃろかと、ね、どうですか皆さん、いいよ、遠慮しないでね、はい、何かどうね、皆さんきょとんとしますけどね、どうよ、遠慮せんで大丈夫、そうだね、あと俺がそう、皆さんあんまりね、疑義が生じるところはないでしょう、どうですかね、俺はこう書いた、あ、そうか、ちょっとごめんね、レックの回答見てなかったね、レックの回答も見ときましょう、せっかくだからね、ちょっと待ってよ、レックの回答どこ行った、あ、これか、はい、よし、じゃあちょっとね、はい、じゃあちょっと色でも塗っとくからね、はい、
まずね、あれか、俺はね、定義は書かない趣旨なんで、主義なんでね、まあ、書きませんけど、一応、これには書いてありますね、差し止め請求とか侵害とかとね、俺はもう、なんていうか、当てはめのところから入るけどね、それで申請商品の、申請商品の並行輸入の場合には侵害に当たる？これおかしくないか？これちょっとニューバージョンもそうなってる？当たるって。当たらないよね、申請商品は。ねえ、ちょっと見せて。俺の古いんだよ、もう。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。はい。よいしょ。うん。ああ。そうね、ちょっとニューバージョンの方でいくわ、ね、俺のちょっと古いから。はい、ニューバージョン、差し止めの定義と侵害の定義ね。はい、ああ、そうだそうだ、いいです。それでね、ちょっと青で塗るよ。しかしで覆してるじゃん。しかしながら我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には直ちに右と同列に、論ずることはできないとね。はい、で何ね、これ、ああ、これ精進論じゃこれね。え、別に精進論から触れなくていいですよ。うん、だって時間ないからね。むしろこっからが勝負どころだよね。これです。どうしましょうかね。ちょっと待ってよ。輸入は最大限尊重されるべきであり、以下の 1,2 の要求を満たす場合には特許製品を支配する権利を目次的に、受容したものと介されず、我が国において特許権を行使することは許されない。よし、じゃあね、こっからピンクで、はい、以下の 1,2 の要件を満たす場合には特許製品を支配する権利を目次的に受容したものと介されず、我が国において特許権を行使することは許されるとね。そしてもうね、待ってくれよ。俺がね、これは重要だと思うところね。我が国の特許権者またはこれと同種のものが国外において特許製品を譲渡した場合、これじゃないよ、譲受人から譲り受けた第三者その後の転得者に対しては合意をした上で、これね、これ、はい、ありました、合意、はい、そして明確に表示、これです、合意&明確な表示ね。そして今回第三者ですから、第三者ですから、このね、上記2の要求を満たす必要があったと、これね、明確表示と合意ですね、明確表示&合意です、ね、これがあればいけると、譲り受け人止まりだと、合意だけでよかったね。よし、どうですか皆さん。はい、じゃあ167条の趣旨はいろいろあるよ、ね、蒸し返し防止でもいいし、青本にこれも書いてるね、同一実証拠に基づく、審判手続きが繰り返されることによる煩雑な事態の発生防止、書いてます、確かに。ね。で、黄色で塗ります。はい。却下されない理由。却下されない理由という見出しをね、黄色で塗ります。まあ一応、これも黄色でいこうか。ね。第一実施例と第二実施例が、技術的、相応的に異なり、同一実証拠に当たらないため。これちょっとぶっきらぼうな言い方ですね。これはですね、ちょっと俺今、あれがないんだけど、普通のペンがね。皆さんね、これ鍵カッコつけといてよ。これ。同一、こうやって。ね。じゃないとよ、これ、事実は同一ですから。肉一さんでしょ？肉一さんは、無効理由ね。無効理由は同一なんだから。ああ、証拠は異なるんだよ。ね。だからこれだとよ、同一の事実でもなく証拠にも当たらないというふうに返されて減点される可能性がありますから、同一の事実が証拠は異なるためという言うべきですね。はい。じゃあ次です。はい。じゃあ、公は、違う。平は主張でいない。いいね。3号。いいです、これ。はい。で、しかもね、ちょっとこれ書き直しといてくれよ。特性例の8条だから。ね。これ8条だから。いい？13の4ではなく、8ですから、ね、13の4ではなく8です。改正されましたからね。でもこれはね、受講生の皆さんバカにしとったけどね、俺のことね、出たでしょ、先生そんなマニアックなの出やんよって言ったやん、出たじゃんほらね。はい、104条の4が、設けられた趣旨ね、これはね、ここですよ、ほら、当社は104条の3のに基づき特許制の
有効性につき主張する機会と権の有しょると、ね、それで、そうですね、特にここ特許権侵害訴訟の紛争解決機能、企業経営の安定性から問題がある、ね、紛争の蒸し返しとかね、この辺もキーワード、いいね、この辺はもう皆さん あれ青本一行も趣旨対策講座みたいなのはね、もうバッチリだと思いますよ、ね、まあ、別にそういうの受けてなくても青本のね、定番の箇所じゃないですかこれ、ね、もう23年改正ぐらいから狙われてるところですよ、どうですか皆さん、ね、だからね、はっきり言って日頃の成果がもうつまり努力が報われる問題だった、今年はそう思いません、なんか努力しても報われないって感じではないよこれ、うん、だからね、まあ、それはみんなにとって同じ条件だから、しかも相対評価ですね、なぜかというともう4分の1受かりますから、ね、論文というのはもう毎年、ね、25% 前後受かるということはもう上から順に拾っていきますからね、だからそういった意味では皆さんどう思っとるか知らんけどね、まあ、うわできなかったわと思ってる人であっても上4分の1に入れば受かるし、ね、いや俺できたぜと思っててもみんなできてればね4分の1に入らない可能性もあるわけだからね、そういうところです、論文の特質としてね、はい、さあどうでしょう皆さん今日の、本試験を振り返ってね、こういうのはどうかとか大丈夫ですか、どうですかね、もうちょうどいい塩梅ですか、ちょうどいい感じ、よし、じゃあ皆さんね、ほら特実性200点あるじゃん、ね、だから B はもうダメよ、いいか、例えばね衣装とか商標が B でも受かる可能性あるんだよ、ね、ところが特実は200点だろ、200点で B は重いよこれ、そうでしょ、衣装商標で B 取ってもあんまり影響ないけど一つぐらいならね、だから BAA は落ちるよ、ABA は受かる可能性ある。AAB とか。ね、いいか、だから特実はとにかくね、なんとか合格点取ってほしいね。いいですか、はい。じゃあ次は衣装法。ね。マイク外して、じゃあ休み時間を取りたいと思います。はい、では衣装法の方ですね、担当させていただきます、レクセニコシ弁理士の乙美です。まず、皆さんですね、今日は論文試験雨の中お疲れ様でした。すごく、ね、お疲れのことと思うんですけども、まあ、ちょっと衣装法の方のですね解説をさせていただきたいと思います。全体的にどうですか、論点結構予想の範囲の論点が出ましたよね、今年の衣装ですね。でまあ、決して簡単だったっていう感じではないんですが、まあ、論点的には、まあ、肉の2の種子ですとかで、まあ、同日出願とかで、あとまあ最後利用のところ、組物ですね、組物とまあ最後利用とか、まあ、そういったところが出ましたけども、まあ、ここも、まあ、東連とかそのあたりで網羅してきたところなので、まあ、そんなにえっていうような感じではなかったですね。まあ、ちょっと特許はね、一発目からちょっとびっくりするような感じでしたけど、ね、条約かっていうような、ね、問題が出てましたけど、一生はまあそんな感じではなかったですよね。ですから、まあ、そうなってくると、まあ、適切にねやっぱり大ハックとか、まあ、そういったところが重要になってくるのかなというふうに思います。では、一緒にちょっと見ていきながらですね、簡単に解説していきたいと思います。まず大問1ですね。配点大丈夫ですか、配点ちゃんと見ました、 6-4 なんですよね今回ね。ですからバランス崩さないようにしていかないと、うまくねやっぱり得点が取れていきませんので、まあ、そこをですね、どうだったかなということもまず一つポイントになります。はい、校はサンダルの衣装について平成26年6月2日に衣装登録出願 A をし、平成26年6月6日に、衣装に類似する炉について衣を本衣装とする関連衣装登録出願 B をした。でオッズは衣装登録出願 A と同日に、サンダルの衣装歯について衣装登録出願 C をし、平成26年7月2日に歯に類似する衣装2について歯を本衣装とする関連衣装登録出願 D をした。で、項は平成26年8月2日から、日本国内において色にかかるサンダルの製造販売の準備をし、でその後製造販売を継続して行っているとですね。で、まあ、ここでというところは類比関係をはっきりとしているところですね。
で、マッタイ平成25年10月1日には一生懸の存在しない公然知られた一生 Y が存在しており、Y はハニーに類似しないものであったと。でその後26年12月2日に公は AB についての一生 Y の存在により一生法30条3号に該当する拒絶理由の通知を受けたと、まあ、この時点で、ね、ついに来たのかなと2分の2かなという感じがしたと思います。で公は E にかかる出願 A についての意見書を提出して落としたが、論にかかる出願 B については反論が難しそうなので落とせず拒絶査定が確定したですね。まあ、ここまで読むとやっぱり肉の荷なんじゃないかなという感じがするわけですね。でまず、設問1では E について登録を受けることができない場合を挙げた上 でそれらの場合にオツがハニについて、登録を受けることができるかについて説明せよということになりますから、まあ、要は拒絶理由を見つけていく問題ですね。まあ、通常通りの拒絶理由を見つけていくような形の問題になります。ですから、まあ、ちょっと私の方の答案構成でやっちゃいますけども、まあ、これまあ時系列の図ですよね。で設問1ですけども、まずまあ関連する因例としては、高知市長 Y がありますね。で、あと出願が、複数 A と C があって、で B に関しては拒絶が確定してますから、まあ、宣言の地位もないので、まあ A、C がお互いの、まあ、因例になりうるところなので、まあ、因例はこっち側にまあ並べますね。で3条1項2項3条の2、9条の判断をしていくと。で高知秘書が因例になるものは3条1項2項なので3条の2、9条は検討いりません。でお互い出願が因例になるものは3条の2か9条なので3条1項2項の検討はいりませんと。で3条の2は一緒の大きさが、同じですので、これはなしで結構ですね。だからまあ簡単に判断できるところパッとやってしまって、で高知秘書 Y と、まあ、類似の場合は3条1項3号で拒絶ですね。で、捜索容易の場合は3条2項で拒絶というところで、まずまあここが異についての判断になりますけども、まあ、拒絶理由がある可能性があるということですね。で、まあ、1回反論をしてますけど、まあ、認められない場合は31項3号という書き方になりますね。で認められ、31項3号に該当しなくても3条2項の可能性があると。であとお互いの拒絶、お互いの出願が今回は、同日になりますから、そうすると、9条2項降壇ということなんですが、うん、今回はですね結局、同日で、まあ、その協議をするわけですよね。本来でいうと協議命令が来てで協議をするということになりますよね。でどちらかに決まった場合でも、一生の場合はもう一方の方は取り下げ放棄をしなければもう一方の方は登録に至りませんよね。でも問題文の中に、その辺が放棄取り下げ却下されず名義変更も行わないものとするって一文がもうありますの でそうすると、まあ、ちょっと回答の方で見ちゃいますけども、9条2項のところここですね。A について9条2項降壇の拒絶理由に該当する場合、 A と C はまあ同日出願で意図派は類似するの で問題文ただし書きより、まあ、放棄取り下げ却下のとか免疫変更もないので、まあ、9条2項降壇によって拒絶だと。で、オツがハニについて登録を受けることができるかということは、まあ、E の行く末によって、まあ、結論が変わってきますが、 E がもし、31項、3号もしくは3条2項の規定で登録を受けることができない場合は A は宣願の地位がないのでハニについて登録を受けることができると。で E が9条2項、降壇の規定で、登録を受けることができない場合は、歯も9条2項降壇の規定で登録を受けることができないと。で C に宣願の地位が残りますから、そうすると2も、まあ、連鎖的にという言い方をちょっとしますけども、9条1項の規定によって一生登録を受けることができないということになりますね。まあ、ちょっと場合分けとか難しいところではありますけども、まあ、お互いが あって今回は同日なんで、その辺の考慮はできたんじゃないかなというふうには思います。はい、で2問目ですね、公の遺書E に、かかる出願 A の拒絶査定が確定し、オツが2について設定登録を受けた場合において、公が論にかかるサンダルを製造販売する行為が2の一生権を侵害すると、オツから、警告を受けた。で上記事実に基づいて公はいかなる公弁が可能であるか、遺書法の規定とその制度、趣旨について説明しようということですね。でそうすると、今回まあこういう事案で、こういう事案で A についての拒絶査定がこれ確定したわけですよね。ですね。
でオツの2ですね、これが登録に至りましたということですね。でコウは、炉にかかるサンダル、まあ、拒絶が確定した炉にかかるサンダルを製造販売していて、で、2の一生権の侵害だというふうに言われたということですね。でそうすると炉と2との、関係が、気になるところですけど、ロット2に関しては問題文の中でロは歯に類似しながら2には類似するものであったということになりますので、まあ、洗顔が、ロの方なんだけども睾丸の方と類似すると、でその洗顔だったんだけども睾丸、によって、登録後ですね、まあ、その実施が制限されるということに関して肉の2で調整するというのがありますから、29条の2、これを検討していただければいいということになります。で肉の2の要件ですね、まあ、それを検討していく問題なので、まあ、ちょっとご自身で、まあ、要件を揃えることを注意していただきたいんですけど、まず、まあ、B の方が洗顔だということですね。まずそれが必要になりますよね、B の方が洗顔だと、うん、であとはまあ知得ルートの問題がありますね。でも独立にまあそれぞれ捜索されているから問題がありません。であとは、洗顔と睾丸の衣装が類似しているということも要件の一つですね。であとは、洗顔の方が30以降35で拒絶が確定してます。これも、本文から、問題なく読めます。で、B にかかる、炉を実施してるっていうことですね。拒絶されたそのものを実施してないといけないわけですけど、今回はまあそれができているし、で時期的なところが、2についての設定登録の再現に、炉の製造販売を準備していると、まあ、ここちょっとあれですよね、確か断定はできなかったんじゃないかな、うん、だからまあそうであればでもいいと思いますね。で29条の選手はなしでいいですね。選手はなしということは言えると思いますの でそうすると、まあ、29条の2というところで、書いていただくと、まあ、今回趣旨も聞かれてますから、まあ、その辺は読めたんじゃないかなと思うんですけども、でそしてまあ趣旨ですね、29条の趣旨です。あ、29条の2の趣旨ですね。でこれもまあ何回か答練で書いてきたと思いますから、そんなにあれですけども、やはりその10年改正のところですね、そこから触れるということが必要になります。10年法改正により拒絶確定出願を選考官の判断において洗顔として取り扱われないこととしたため、拒絶確定出願にかかる遺書に類似する遺書にかかる睾丸が登録されることになるんだと、うん、でそうすると、選手用による、通常実施が認められないときはここですね、睾丸遺書の登録により洗顔確定出願にかかる遺書の実施が後発的に制限される。でその実施者不足の損害を被る恐れが生ずると。でこの改正に伴う このような問題に対し、睾丸にかかる一生権者と洗顔にかかる拒絶確定出願の出願人との利害関係を調整するために肉の2が設けられたと。今まあちょっとピンクでマークしたんですけど、ここがいわゆるその問題点ですよね。10年改正で変えたことの問題点の指摘部分ですから、ここがまあ一つこの趣旨の山になりますので、そこはまあね、きちんと言及していただければ問題ないかなと思います。はい、でこれまでが、問題1になりますね。問題1の回答になります。はい、で次に問題2ですね。こっちの方がまあ問題文も短い感じですけども、甲はソファにかかる衣装を E、テーブルにかかる衣装を炉、エアコンディショナーにかかる衣装派を衣装にかかる物品一組の応接家具セットとして衣装登録 S 出願 A を行った。で意と炉は統一があったが、歯は炉と統一がない。でその後、甲は出願 A は衣装法8条の要件を満たさないことを理由とする、拒絶留通知を受けたと。8条違反ですね。で甲はこの拒絶留通知に適切に対応しと、何したか書いてない。ここ答えさせる問題ちょっと珍しくて面白いなと思ったんですけど、適切に対応したと。で出願 A は一組の応接家具セットにかかる衣装として衣装登録を受けたと、まあ、いわゆる組物で登録を受けたってことですね、無事に。で甲が衣装登録された衣装にかかる一組の応接家具セットを販売していたところ、オツから、オツが保有するソファーにかかる衣装2の衣装権を侵害している旨の警告を受けたと。で以下に基づき設問に答えようということですね。でまず設問1は今言ったように適切に対応しとしか書いてないと。でこれは何だったのかっていうことを答えてくださいっていうことです。まあ理由
理由とともに述べよっていうのは、まあ、最近の本誌必ずと言っていいほど書いてくれてますけど、あってもなくてももちろん理由はね、結論だけだと論文の回答ではありませんから、当然理由は必要になりますが、うん、きちんとその根拠を説明するっていうことが必要になりますから、結論だけ書くっていう、そういうところだけ避けていただければ大丈夫かなと思います。はい、でまず、8条違反になりますね。8条違反になります。で今回統一感がないということの8条違反になりますね。でそれはもう問題文から明らかですよね。ここにもう統一がないと書いてあるわけだから、うん、それが入ってるっていうことなので、8条違反はまあ妥当だということになります。でそうすると8条違反とか、まあ、7条違反も同じなんですけども、取り得る措置は2つですよね。取り得る措置は2つ、補正と分割です。そういった余計な物品を削除する、ね、補正ですけども、それは用紙変更にはなりませんので、A から歯を削除する補正がまず一つ目の措置になります。根拠条文は60条の24になりますね。26年の改正で移動した条文です。でこれはまあ用紙変更に該当せず拒絶猶予を解消できるということになります。でもう一つは分割ですがした上で A から、その歯を削除する特式30条の補正をするということですね。根拠条文は分割を整えるための補正ですから、特式30条、準特式30条の補正という形になりますが、まあ、分割出願でも OK ですよね。分割して分けることももちろんできますから、ただ分けるだけではなくて、もちろん現出願から削除する補正が必要になりますので、うん、まあ、その辺までちょっと書いておいていただくということになります。はい、まずそれが一つ目になりますね。回答だから、まあ適切な対応とは2つですよというのが回答になります。で、2つ目の問題ですね。はい、項の出願にかかる1と乙の出願にかかる2が類似していることを前提として、項が一生権を保有しつつも、ここポイントですよね。第ちゃんと取れましたかっていうところですね。項が一生権を保有しつつも、乙から警告を受ける事態が発生することの理由を述べた上で、乙の警告の妥当性を検討せよと。で、まあ、これ回答上がってくるのを今まあちょっとまだ待ってる状態なんですけど、レックの回答だと講談しか答えてないんですよ。ここ前段の回答がない。でここは講談についてですね、設問ね。要はその今回2つ聞かれていて、ね、乙の警告の妥当性に関しては、まあ、確かに結論妥当かどうか、失当か妥当なのか失当なのかという結論のもとに、まあ、この線香眼の関係が分かりませんから、分からないときはどっちが線眼の場合で、そして同日の場合で3パターンに分けるっていうのが妥当ですから、まあ、場分けとか内容に関しては大きな間違いはないんですけど、一つちょっと答え忘れてる、これがちょっと答え忘れてますね。でこれはどういうことかというと、項が一生権を保有しているのは組物ですよね。これ組物ですよね。一組の応接各セットにかかる衣装として衣装登録されてます、うん、で、この組物には衣が入っている、衣が入っている組物です。でそして、オツが保有している衣装はここにありますけど、ソファーの2なんですね。普通の間だからソファーにかかる2なんですね。でこの意図には類似してるって言ってるんですね。このだから構成物品の1個とその類似する衣装に別途権利者がいるというような状態ですね。で項が組物でちゃんと衣装権を保有しつつも、なぜ警告を受ける事態が発生するのかっていうことに関しては、まあ要は適法に衣装権が発生してるからでしょ。両方とも適法にまず衣装権が発生している必要がありますよね。ということは、つまり組物の衣装というのは構成物品ごとに登録要件を見ませんから、うん、見ませんから結局、まあ、物品比類似だし、で登録を受けることができるわけですよね。先が、まあ、もちろん構成物品 で後に組物の衣装の場合ですね。でその場合には別に
救助の適用なんかを受けずにですね、構成物品ごとに登録要件を見ませんから、まあ、要はあれですよね、旧八条二項の削除 の、 あのところですけども、だから適法に発生するんだということですよね、まず権利として。だけども適法に発生しつつも、じゃあ組物を作る過程で必ずその構成物品作ることになるでしょうと、もしくは類似する意思を作ることになるでしょうと。でそうすると先願者の利益が害されますから、先願優位の原則のもと26条で調整するんですっていうくだりなわけですよ、26条の、まあ、趣旨っていうのはね。ですからまず前段部分のところで、まあ、本来そこを答えなければいけないですね。でそしてその上で選考官の判断がこれはっきりとしていませんから、そうするとまずオツの方が先願である場合、そして同日の場合、逆に後願である場合ですね、その場合分けをした上で、オツの方が先願の場合は、構成物品、組物を実施することで、構成物品と類似する意思を実施することになります。でその逆は成立しない関係になりますから、これは利用関係に立ちますので、26条1項ですね、26条1項です。あの実施者の意思が同一の意思を実施してますからね、自分の登録意思と同一の意思を類似実施しているケースですから、2項ではなく1項のケースですね、で1項で、まあ、制限されるので、まあ、実施したら侵害になりますよと。ということは警告は妥当だということですね。で同日の場合はいくら利用関係に立っても同日には適用がありません、日前のというふうに26条書かれていると。でそうすると、調整がかかりませんから実施を制限されないので、オツの警告は妥当ではないという結論になります。で一方で、小さい賞の方が高願の場合ですね、もし候補発行後の場合は頂上的に高知になっていますから、3条1項3号ですね、3条1項3号の無効理由があることになるし、もし発行前であったとしても一部と類似の意思を高願で出願しているということになります。でその後に候補発行ということになりますから、3条の2の無効理由ですね、これがあるということになります。ですからこれらの無効、まあ、いずれにしてもだから無効理由があるということで、104条の3の答弁がかかりますので権利行使ができないと、ということは警告は妥当ではないという回答になりますね。で、まあ、今回はだから警告の妥当性を検討せよということになっていますから、当然あの、末尾というかあの結び方としてはやはり妥当なのか妥当じゃないのかということをきちんと書いていただきたいというところですね、になります。でまあ、あのちょっと最後にですね一言なんですけど、まあ、あの今日冒頭でね口述 の、 あのなんていうのかな、アナウンスがあったと思うんですけど、まあ、このねあの回答とか聞くとですね、まあ、さっきもちょっと合格者の人たちと話してたんですけど、あのお手伝いに来てくれた、ね、合格者の人たち話してたんですけど、まあ、こう聞くためにやっぱりぐさぐさ来てたと、この場でね結構もう聞くんじゃなかったと思うほどぐさぐさこうやっぱりこうあれやっちゃったこれやっちゃったっていうのが出てくると、だけど結局蓋開けたら受かってたんだということを言ってたんですね。で去年も定職が出てるんですよ。で去年定職を書かずに受かってる人たくさんいます、でそれは何でかって言ったら、今の本誌っていうのは地雷ってものがないんですよ。これ書かなかったから落ちたではないんですよ、全体での出来なんです。一つ一つにちゃんと項目点がついて加算していきますから、だから絶対諦めちゃダメですよ、絶対諦めちゃダメ。だから必ずもうあのすぐに口述の準備始めないと間に合いませんから、だからあのみんな絶対なんか何らかの、ね、こう傷を負いながらみんな合格していくものなんですよ。無傷では合格できない、そういうものです。だって私たちでもやっぱりこういろいろね、この回答速報を出すにあたっていろいろこう協議しながら妥当性をこう見出してですね、こういうふうにまあ出すんですけど、後からこう試験員の先生方とね、まあ試験外れると結構口がこう軽くなってくれるので話すことがあるんですが、話すとねやっぱりあのちょっと考えすぎだと思うよっていうようなこと結構ありますよ。予備校の回答はちょっと考えすぎだと、そこまで試験は想定してなかったっていうようなこと結構ありますよ、だからあんまりそのなんていうのかな、あのこれを聞いて自分でちゃんあの結論を出すんじゃなくて必ず特許庁に結論を出させるということはあの気をつけていただければなというふうに思います、あの大丈夫ですからね、ちゃんとあの口述の勉強を始めましょうね、はい、ではあの私の方、あいいですか、はい、私の方は、これで以上となります、ではお疲れ様でした。
それでは始めたいと思います。27年度の論文式試験ですよね。で一応まだ衣装は私見てないんですよ。今日授業だったものなので2コマやってきてさっき来たばかりなので特許はもう授業途中で見ました。で一番最初にパリ条約の趣旨って来た時にびっくりしたけどね、まあ、条約のこれ趣旨を書かないとダメです。で特許じゃダメだよ、パリ条約の趣旨だから、優先権といったら宮口先生多分話したと思うんですよね。どこから書くかといったら内国民待遇であるっていう話が出てくるんですよね。当然そこから書くって話が出てくるんでそれを書けたかなっていうところはポイントなんでしょう、ね、今やっぱし条約ができない人っていらないっていう傾向が強いんですね。で文書で書かせたいんですよ。でいわゆる国内法で来年から問いますってちゃんと明記してますよね。まあ、今年はその前哨戦ということで多分入ったんだと思いますよ。ただこれ明確に言うと試験違反だけどね、条約って論文で問うてはいけないんでしょう。でもこれ条約の問題です一番は、ね、でそれいいとして商標やりましょうね。商標ね。で一見長いんだけどそんなに難しくないかなというところと、あと攻めるか守るかによって多分何条で拒絶になるかとか、まあ、無効になるかというところが変わるかと思うんです。これで通常の流れだと書いてある通りなんですよ。多分配ったのがあって10号それから15号19号ってやつね。でもよく見るとそれだけでいいのかなって思ってしまったところもありまして、これ皆さんに聞いてみたいんですね。で指定商品がある部分とある部分でこれ違ってるはずなんですよ。でなぜかなとやっぱ考えるとさあねってあるのね。そこはで無難な回答は多分10号15号19号と検討してはい19号ですねっていうのは多分無難な回答だと思っています。回答的にはでそこをちゃんと当てはめて処理をしましょうねっていう答案じゃない多分。で攻めるって話になると多分そこだけではないんですよ。これやっぱ商品関係気になりますからすごく。でこれは宮口先生もちょっとねさっき話したんだけど同じだったですね、うん、で何かってことだけど16号入れるかどうかってやつね。16号ってやつでこれがもし検討してそうですねって話になると否定する条文ってこれ変わりますから、パッとワインといった時にスパークリングワインって直感できるかってやつね。そここれワインでしょ。パッと見るとで他の、コウさんの出しているやつは全部これワインなんですよ指定商品って。でもしか出しているものはスパークリングワインで商標的にはワインと終わってるんです。じゃあそれってもちろん17号これありませんので16号って可能性はこれはないとは言えないんです。実際上はないとは言えないんです。でもしそうであるって話になるとそっち優先となるんで条文が変わってしまいます。でこれはどう書くかですね。で試験的にそっちを書くのかあるいは守って書くのかによって変わるかと思いますよ。で多分ほとんどの方は聞きたいけど10号15号19号でまとめたでしょ。そう書いた人がほとんどでしょ。違います。今日手を挙げましょうね。そう書いた人ってどの子います。じゃあ違って16を含めて書いてしまったという方はやっぱいるんだよね。で16を書いてしまったというんであるならばそっち優先適用になるよね。絶対だって前で処理ができる時は16号です。前で適用できる時は19号はないって話になるからね。そっちは多分攻めでしょ書くとするならば。だから答案ってね一通じゃ多分ないと思ってるんです。そこは書き方だと思いますよ。書き方そこはね。でよく言うんだけど一応基準としての答案があるらしいんですよ。ただ16号ってたくさん書いてる人がいるともう一通作るんだそうです。でやり直すそうね。でそう言ってもう一回見直すってことがあるんだというのを聞いています。そこはそうなるとこれ分かりません。ただ一般的には明日出てくるのは10、15号、19号ってことになってるんじゃないのかなって気はしますけど、私は16号ってことはやっぱり振ってはできないんですよ。これ見るとでそうなると変わっちゃうんですね条文適用が。そこはね。ではね、だから攻めだったらそっちを書きます。で守りっていうかね、自分がもし受験生だったらやばいのは書かないかな。やっぱしね流れとしてはまあ10、15号、19号となるのでおそらくそっちで押していくのかなと思いますけどね。一言ちょっと入れるかな。大展開すぎてもし16号でまとめてしまってミスってしまうと終わるんだよね。でそこはすごく難しいところなんですよ塩梅としては、うん、だそこをちゃんと論破できてるんだったら16号って書くのもいいと思ってます。逆に加点かもしれません。そこはだそこをすごく悩みました。あとは大してこれ難しくないんだね。はっきり言ってこの問題って対してではやっていきましょうか、ね、問いの1っていうところで、ね、それすら気づかなかったってこれ話にならないんでそれを3つはすぐ気づくはずなんですよ、ね、で見ていきましょうか。まず問題の1でありましてこれだいぶ前に出ましたよね。22年かそこらでし
まあ、いわゆる担当免除が相当溜まってしまって彼らを落としたいというときに出した問題に近いですね。更新の問題って出したでしょ。多分今年もそうなんだろうね。来年度から担当式試験が変わりますよね。足切りが入ってということで今年落としたいんでしょ、たくさん。でそんなこともあって多分出したのかなと思ってます。これとかあとはパリ条約の優先権なんてまさか誰も出ると思ってないからね、こんなもの、うん、でおそらくそういう意図があるのかなと思ってます。でそこでもし最初の特許でってなっちゃうとこれ落ちるんだよね、試験って。関係ないので、特許でダメでも他のところで良ければ受かるってこともあり得るので分かりませんからね。一番やばいのはそこで分かりませんってやってしまうのが一番やばいと思っています。ここはね。じゃあ皆さんどうだったんでしょうかね。特許見た瞬間ちょっとやばいかなって思いましたかね。思いますよね。で俺はこれ昔どおりのものが出たなってイメージがあって楽しかったけど、特に問2なんてめちゃくちゃ面白かったけどね、何を書こうかなっていう感じだったけど、特に特許ね、特許は商標はなんかつまんないなってイメージでした。そういった意味ではごく簡単なというか普通の問題なので、では見ていきましょう。商標ですよね、はい、でこう書いてありまして、商標権の存続期間の更新登録の申請と書いてあるから、これはまさか防護の更新の登録出願って書きませんね。申請ですからね。ここね、商標条約の要請によって変わりましたってやつでしょ。8年改正です、これはね。8年改正で申請における商標権の回復と言ってるんで、条文の規定としては22条ですか、そこで。これについて説明してくれませんかと。回答に際してマドリッド協定の規定書に基づく特例は考慮しなくてよいと、まあ、書いてありますよね。だ聞いてるのは22条というところでしょう。であとそれだったら周辺を書くってことになるんじゃないですか。で回復しちゃうとどういう性どういうことになってしまって、そうなると問題点ってありますよね。第三者の不足の不利益があるってことが出てくるんで、それをどうやって救済するっていう構成を取ってるのかと。これは2条だね。そこに書いてあるね。まあ、それも含めてうまく書くってことになると思うんですよね。22条。あと、正当理由についてのところだけど、ここは特許と違って、6月になっています。1年ではない。で、それはちゃんと触れましたかね。6月となってるんだ。なぜか、商品はライフサイクルが短いからであるって、基本書に多分書いてありますよ。1年ではありません。ライフサイクルが短いから6月であるっていうことを、名書きで含めて書けると仮定でしょうけどね。で流れは趣旨あると思うけど、まあ、これは一つでしょう。まず原則としては存続期間の満了後6ヶ月以内に更新登録の申請をしないとということで、まず原則を書くってことから始めるってパターンもありますよね。ここね、期間いつから更新の申請ができますかというと、20条のこれは2項ですか。満了前6月から満了までだってことね。でこれにやらなかったらいけませんと、ね、ただその期間経過しても6ヶ月間は生きてるでしょ。でもそれを溶かしてしまうと6月前に遡って消えてしまうんだよね。でも正当理由があれば回復するんだよね。であとはなぜって書けばいいんですよ。そこはなぜ、そもそも商標とは一体何か、業務上の信用を加担したものであってってやつね。で業務上信用が加担されているんであるならば、正当理由あるのにもかかわらず落としてしまうということになると問題となるからだね。商標権者としても一定の財産権なくなってしまうし、一般対象としてもそれ目印として機能しているんでしょ。だったら維持すべきだってことになるわけだね。でそこで正当理由があるならば回復をするんだよねってことになるよね。ただその正当理由の期間が創作三法と違って短いってことをやっぱり書くべきね。ここはキーワードね、6月だと。なぜ、ライフサイクルが商品が短いからですってことを書けるからですね。ただそれによって回復すると消えてしまったものを使っていた第三者って不利益を被るわけです。じゃあそれに対する救済って何かあるかなっていうと22条ですねってことになってるよね。でそれを書ければいいと思います。書き方としては規範から入っていって原則書いてもいいし、あるいは商標権はそもそも永久権であってってことで入ってしまってもいいです。でいつからいつまで更新をするのが原則なのだと言って入ってしまってもいいと思うんですよ。そこは書き方は趣旨あるので、まあ、30点とありますので約6000文字書きます。6000字です。だいたい2000字で満帆になるはずなんで6000字要求されているはずです。それをちゃんと書いてきたかですね。6000字で書きすぎもダメで少なくてもダメです。90分ありますので多分書けないことはないと思っています。そこはねちゃんと書いてきましたかね。6000字です。6000字あ600字ごめんなさい600字6000字あったら2通あるからな、ごめんなさい。600字疲れてるんですよ今日ね。600字です。600字、大体600字だ。600字だとすると、まあ、3分の1ちょっとってくらいだね、まあ、書ければいいのかな。ここを書いてこっちがちょっといってるくらい
でその割りかければバランスとしてはいいかなっていうのが、まあ、この問題の1ですよね。でこれは多分かけたかなと思うんだけど、どうでしたかね。まあ大体そんな感じでかけましたかね。全部開けて、条文として絶対落としちゃいけないのは20条でしょ、あと21条でしょ、あと正当理由って6ヶ月と短いっていうところでしょ。でさらに回復すると消えてしまったものが回復するので第三者の不利益はどうですかというと、22条があるから問題がありませんと、かけるかどうかっていうところ、これ落とさなかったらまあ大丈夫かなと思いますよ、その辺って、ね、でそれで600文字くらいでかければいいんじゃないですか、ここはね。で次が、問題の2番っていうところで事例問題ですね、事例、ね、で問題の2と書いてありまして、こんなふうになっていて、でまさかこんな問題かって、ね、思いましたけどね、こうはってやつですね。ブドウ酒の名産地の名産地 A 国のワイン生産者であり、平成10年以来に商品ワイン、これはワインなんですよね、こっちはブドウ酒と書いてあります、ブドウ酒です、ブドウ酒に商品を、これはレロタでいいんですか、分かんないけどレロタ造語ですよね、これどう見ても産地表示では多分ないでしょう、だったら書いてありますよ、産地表示ですって、17号ってこれ絶対にないから、これはねレロタってやつね。で使用継続してきており、少なくとも平成20年には A 国内で商標レロタは取引者乗車間の間にお広く認識されるようになり現在に至っているんだと書いてあるけど、これは A 国では有名なんだよね、ということは4条1項19号の印例とはなり得ますねっていうのはここからまず読めますよね。これは日本ではどうかとは書いてありません、これ自体は。でそれが1段落ね、次2段落、うん、でまた、またこうは A 国において平成20年2月8日付で第33類、ワインを指定商品とする、商標レロタに係る商標権の設定登録を受けていると、まあ、登録になったんですね、これはね。で3段落、さらにこうは日本市場に進出するために平成22年6月から同年10月にかけて我が国において大々的に商標レロタを駆使した商標ブドウ酒の広報活動を行い、新聞やテレビ等のメディアで広く取り上げられましたって書いてあるからね、もしかしたら周知とか著名になってるかもしれませんってことで、これ家庭系ですよね、まだこれ明確には書いてありませんから、広く取り扱われましたで広く知られてましたと言ってはないです、ここは分かんないっていう状況ね、これ自体はね。でその後だよね、でその後4段落でオツが出てくるんです。でオツは平成21年頃公を解雇された元従業員がってあるから、これって基本的にその状況をよく知っていて、そして復讐しようかなっていうような人が多いんだよね、大体解雇されましたってなると、おそらく。でおそらくそうなるとこれは不正の目的でってことを認定させるための道具ですよね。これは昔だったら何でしたっけね、出たのがあったと思うんだけど、ドッポポ近日開店中ってやつ、クビになりましたって、仲違いして辞めてしまったってやつかな、あったと思うんですよね。あれ4条1項19号で処理だったでしょ、全部これ過去問だよ ね。であとずっと見てみると、これはドゥーハイクですから、変更仕様をやりましたっていう平成12年の問題に似ています、すごく似ています。解雇された従業員が設立した B 国のワイン生産者であると、でオツは B 国において商標平成21年1月4日付で第33類スパークリングワイン発泡酒ブドウ発泡性ブドウ酒と書いてあって、ここで商品かばってるんですね、ワインではないんです。でなるとこれは16号かなって思うもんね、普通で。ここはどうとも言えないですよね。で多性に無性なので、はっきり申し上げると、まあ、無難にまとめるんだったら書かないでしょうね。で攻めるんだったら書くでしょうね、攻めるんだったら。でそれはちゃんと書かなかったらダメです、書くんならちゃんと比較してね、片っぽの商標はこっち、片っぽはこう書いてあって、でワインという表記ではスパークリングワインって直感できないんだというんだったら、16号ってことはないことはないです、可能性としてあります。でそっちが該当したって話になると、できる条文ってこれ変わっちゃうわね、16号で処理って話になるんで、これは分かりません。ただ無難なのは15号、19号、19号は一番無難だと思っています、回答としては。はい、でそういうか、あの無難な回答をするのは佐藤先生やめてくれませんかってさっき宮口先生に言われたんですね、つまんないからと一般受験者はそう書くんだってことですよ、多分そう書くと思います、一般の方は。でもひねると、まあ、16号って書いてもいいのかなと思うけど、それは立証責任が転換されちゃうので、相当書かないといけないってことよ、それを理解できるようにであればありえますってことです。じゃなかったらスパークリングワインってこれわざわざ書いてないと思うんだよね、やっぱ止まるとこですね、そこはね。
でレルタワインって書いてあって、これワインでしょ。でワインって種々あるもんね。スパークリングワインワインだけでは本当はないはずですよ。僕はねにかかる商標登録権を行ったのだと、まあ、書いてありますね、うん。でこの段階でオツは甲が平成22年度中に日本市場に進出するとの情報を知っていたためと、やっぱ辞めた人だから知っていたんだね、どういう動向かって知っていましたと、ね、あれと一緒ですよ。さっき言った、ロポポってやつとそっくりですよ。中身が似ています。で甲に対し、甲の生産するブドウ酒レロカについて、レロタについて B 国及び日本国を含む東アジア圏における総代理店契約の締結を持ちかけたってあるから、これはもうキーワードだよね。これは53条の2か41条19号かどっちかですよ。ただ53条の2だとするならば、代理店契約が結ばれましたってことは絶対必要ね。でもこれは断られましたと言ってるのね。ってことは多分これ19号ですね。当てはめてくれませんかってよくわかります。これは過去もそうなってるはずなんだけど、こういう場面が出てくると19号当てはめてくれませんかっていう場面が相当あるんだね。でこの段階でやったんだけど、ここはこれを拒否しましたと。でこれも19号だろうっていう気はしますからね。これ見ちゃうとね、ここね、拒否しましたって書いてあるんで19号だろうって思いますからね、要件としては。でその後オツは日本国において B 国における上記商標登録必願を基礎として、パリ条約に基づく有効な優先権の使用を伴う商標登録必願を平成22年3月23日付で行い、同年4月14日に付けて登録査定された後、当該商標をレロタワインは第33類発泡性ブドウ酒を指定商品として設定登録されましたと書いてあって、なんでこれも発泡性ワインなのかなって思っちゃうんだよね。通常のワインでいいじゃんって思うんですよ。でさらにオツは平成23年4月14日付で商標レロタを出願し、同年5月19日付で登録査定された後、当該商標は第33類ブドウ酒を指定商品として、あラレロタね、皆さんラレロタです。ラザと一緒だよね、フランス語で一緒だもんこれね。ラレロって確かあったと思うんだけどね、設定登録されたと。以上の事実を踏まえて以下の説明に答えよと書いてありますよね、これ見るとね。で江さんは日本で商標権全く取っていませんから、ね、ただ江さんの商標って A 国では周知になっているっていう現状があるんだよね。でさらにもしかしたら日本で周知または著名かもしれませんっていう状況ね、なっているとは断定はされていません。これはされていません。ということは41項11項は絶対にこれないからね、印例としては日本の商標登録ありませんから41項11項は絶対にこれはないです。であるとしたら10号15号19号のセットか、はたまた16号入れるかっていうところがやっぱりすごくこれ悩んだところね、私は悩みました。で1番ですね、甲は日本市場への本格的な参画参入を行うに際し、オツの商標登録レルタワインですよね。でこれが甲の商標レルタと類似であることから、商標まあ用部がレルタになりますからね、46条に基づき無効審判を請求しようと考えているんだと。この場合この商標登録レロタワインとするラインを無効とすることができる可能性のある無効理由を根拠条文とともに列挙し、簡単に説明してくれませんかと言ってバッと書くんでしょ。最終的には何条ですか言ってくれませんか、これ初じゃない聞いたのって。でも普通こう書けて私は言ってるはずなんですよ、論文の指導って必ず全部挙げた上で実際上来るのはこれだと書けと言ってるはずなんだよね。でこれを聞いたのは今年の本誌なんでしょ、これまさに単に羅列してるだけではダメなんですよね、そこはね。となると4条1項15号15号19号あと16号かなっていう感じね、分かんないけど。で16号入れてしまうとってやつね、変わるよね、何条かってことが無効理由変わっちゃうので、そこはってやつですね。ですごく当てはめたいもらいたいものはどう見ても19号だってこれ分かるんですよ、もう読み手としては。だそれは攻めるか守るかによって変わると思います、そこは。で自分だったらどっちを書くんですかと言われたら、試験だからね、守りで書けますかね、ある程度で面白く書くんなら攻めで書いてもいいかなと思うけど、他の科目とのバランスですね。他ができていたら攻めます、書きます、16項って含めて書いちゃいます。でそこで決まりと書いてで処理しちゃうけどね、そこはね。でこれ分からないところ、ただ一般的にはまあ回答例の通り10、15号、19号ってほとんど手を挙げましたよね、
それはそれでいいんじゃないかなと思いますよ。一般的な答案としてはそれかなと思います。でも攻めで移植の答案書くんだったら16号ってやったって私は間違いではないと思ってます。そこはその場合16号優先適用になるからね。どう見たって41号19号の括弧ってあるじゃない。だって8年会社で入ったんだよね。ということは当然のごとくその前に処理ができる規定があったらそっちが優先適用に決まってるわけですよ。でそのルールを書いただけね。そこでそれが1番というところになりますね。最も不適正な理由は何ですかと言われちゃうと、まず11号絶対これないからね。さっきも言ったように10号か15号かで、これはでも可能性ですよね。可能性で硬いのは19号かなと。もう外国で周知になってるからね。領事判断でしょ。かつ不正の目的もこれはある事案って話になるので、まあ、19号かなってことでしょうね。まとめちゃうとね。でもし16号書くんならちゃんと書いてください。書くんなら、ね、でそれは攻めになります。答案として書いてしまった場合は攻めの答案ってそっちになっちゃうので、16号書くんなら、ね、それはどう評価されるかです。それは試験員のみぞ知るね。もちろん裁量点があるのでどうなるかというのはこれ分かりません。そこのところは明日19号だったらごめんなさい、16号かもしれないし19号かもしれません。でどっち書いてもいいというかもしれません。それは分からないです。このところは可能性としては16号もありますと言ってるだけです。ここはね。で自分だったらどっち書くんですかと言ったら多分守るでしょうと言ってます。実際上は試験ですから、はい。で次2問目ですね。で括弧1において請求者項の無効審判が請求し、オスの商標登録レロタワインの登録無効が確定したと。で消えちゃったんですね、これがね。その後項は英国における登録商標をレロタの商標権を基礎として商標レロタについて第33類ワインブドウ酒を指定商品としてマドリッド協定議定書に基づく国際登録を受けた。項の国際登録は平成24年5月11日にされたものであり、ちゃんと私も時系列書いてるからね、まあ、示す必要性ないと思うけど皆さん書いてますよね、これね。日本国を領域指定しており我が国において平成25年2月9日付で設定登録され現に有効に存続しているんだと、まあ、書いてありますよね、うん、で設定登録になったらしいんですよ、ね、でその後項は当該商標権の設定登録後日本市場において自己の製造するブドウ酒にレロタの使用を開始し販売開始直後から紅茶の売り上げを上げたって書いてあるね。ということはこれどういうことですか。おそらくこのコースさんのレロタっていうワインは今の段階では極めて日本では有名だということになります。ということは他の方が変更使用してこれに近づけると多分混同って起こりますよね、おそらく。でそれをちゃんと書けるかってこともあるかと思うんですよ。じゃなかったら紅茶の売り上げを上げましたとは書いていません。現状においては有名になってるんです、多分これって、おそらく。ということはこれを使ってしまうと似たような形で使ってしまうと混同と起きる可能性が高いってことを多分書くんでしょ、ね、これドゥハイクとそっくりね。で変更使用してますからね、後で見ると。でこのような状況下でオツは平成25年11月頃から自己の製造するブドウ酒の日本市場向けのラベルを刷新し商標をラが小さいのです、見えないようになってるのね。レルタがでっかく書いてあるんです。なぜかと、これドゥハイクと一緒だよね、うん、有名になっちゃったからですよ、いわゆるレロタって言葉が。だから近づけたいんでしょ、この方としては変更使用してるんです。でこれをちゃんと読めるかってことね。ドゥハイクってそうでしょ、二段併記にしてちっちゃくドゥを書いてハイクをでっかく書いてしまったという事案だよね。平成12年の問題とそっくりです。これは同じです、ほぼ同じです。でそこに気づいたかどうかでね、全部これ組み合わせじゃないですか、ね、で一番最初の問題統一は22年か何か出た問題の焼き直しみたいな感じがするし、それからこの変更仕様のところはドゥハイクの感じがするし、あと19号関係のところはっていうと、まあ、いわゆるなんだっけ、従業員が辞めてしまって分裂しましたというあのやつね、あれにそっくりですよ。あれは41号19号を認めたっていう類例ね、あれはあれにそっくり、そのこう組み合わせじゃないですか、問題としては作ったよなって感じがしますけどね、ここはね。で刷新してらレロタって書いてあって、レロタがでっかく写るようにこれは書いたんですよ。これ見たらどう見てもレロタって見えますよ、ラがちっちゃいから薄いから、薄いというの薄いからレロタって読めちゃう。どういう意図があってやったんですかね。不正競争の意図でしょ、多分間違いない。これ真似したいんですよ、真似して紅茶の売り上げに 乗っていって自分のものも売り上げたいと言ってるんですよ。そういう意図があったってことだよね、これ。でもちろん行為はありますってことでしょ、どう見たって。51条審判がね、多分
変更しようと言ってるんだから、そこの要件は後書くんだよね、どう見てもね。で、商標らレルタを付した葡萄酒の販売を開始したと。で、コアがオスに対し、商標らレルタの使用を差し止める、やめるように警告書を送付したところ、オスから事故に有する登録商標らレルタの使用であるからと、専用権の使用だと言ってるんだけど、これは認められないと思います、こうなっちゃうと。二段兵器と大して変わんないから、使い方としては、これ。やっぱ分断称号されちゃうから、どう見たって、ラ、レルタって、ラとレルタで、これはレルタの方が読めますから、どう見ても。だから、専用権の使用だっていう公弁はこれ成り立ちません、実際上。中止をするつもりはない旨の回答を受領したのだと言ってますよね。で、この場合、コアオスのラ・レルタにかかる商標登録を、ちゃんと51条1項と書いてあるもんね。で、これ取り消したいんだってって書いてあります。で、取り消すことができるか、理由を合わせて上げて説明してくれませんかと、まあ、書いてあるんだけど、これ51条の要件を当てはめて、あとは書けばいいんでしょ。で、重要なところは、今度の恐れと行為っていうところだよね。そこをちゃんと要件から当てはめて書ければいいんです。なんでこんな使い方をやったのか、ね、それからわざわざこういう使い方ね、あるいはこれ、日本では今、堅調な売り上げを上げておりますと、河野レルダっていうブランドはねと、これ乗りかかっていきたいんです。ということは、これもし使ってしまうと、出所混同等が生じるってことは、これ、おのずから分かることだね、おそらく。そこからこれ読むのね。で、それを含めて書けないとダメです。この問題全部問いにヒントがあるんで書ければいいと思ってます。そこね。で、理由を挙げて説明してくれませんかっていうところで書ければいいと思うんですよ。で、これもちろん専用権の使用ではありませんから類似関係の使用になっちゃいます。この使い方ってこれは無理です。はい。あと今度のせいもありますということになるし、故意もありますってことになるね。中身としては。はい。そして3番。で、括弧2において、河野商標法51条1項に規定する商標が終了した後、審判が終了した後だな、A 国において河野商標権をめぐる争いがあり、河野 A 国における商標レルタの国際登録は取り消されましたって書いてあるから、まあ、これは、まあ、セントラルアタック等かもしれませんし、自ら放棄とかやったってこともあるかもしれないよね。ただこれがなくなってしまうと消えちゃいますね、日本のやつって消えちゃう。で、これ救済しないといけませんってことで、条約上規定があるのは何条でしたっけ、9条の5ってやつね、マドプロの。そこに規定があるんだよね。そこから書けるようになると結構点数上がるけどね、9条の5だろってやつね、これ。で、そこから出てきては68条の、68条の32巻なってやつね、これを書くんだよね、これ。出し直してもいいんだよ。でも出し直してしまうと結果的にどういうことになるかなです。下手すると4条1項10号とか15号とかで区別になってしまう可能性があるんで、やっぱしこれは再度68条の32で出し直しをしなかったらまずいですねという助手を入れてください。じゃなかったら意味がないので、再度出し直しをしても構いません。でもやってしまうとこの状況からは登録にならないのだ、したがって救済の出現を求めなかったらいけませんというくたぐりが入るかどうかです。それを書けるか書けないかってかなりやっぱ違うのね。簡単な問題になればなるほど差が開きます。そこはで、どういう要件を気をつけなければいけないの。3要件ぐらいあったよね。時期、いつまでですか、3月とかさ、あるいは主体が同一性があるかってやつね。あと指定商品が同じか、で商品関係が包含関係に立ってるか。そうなると元の日として回復するってことになるので、安心して、まあ、ね、使うことができる、使うというか登録になる可能性がありますねってことでしょ。ただその前提で書くべきなのは、別に再度出し直しても構いませんと書くんです。でもそうなるとこの状況からは登録にならない可能性が高いんだと書くのね。で、そこでどうするんですかというと、68条の32を使って再度出し直しをするんだと。そうなると元の地位の回復になりますんで、日付はいつをもって判断するかとなるので、あまり問題がありませんと書けないとこれ困るのね。で、そのための要件として何が要件となるんですかといって 1,2,3 と挙げればいいんです。中身としてはこれが文体ですね、書くならね。で、それを書ければ良いというのがこの問題ですかね。うん、まあね、90分あるから商標はまあまあ書けたんじゃないですか、そこそこ。で、一番やばいのは多分特許だと思いますよ。特許の1問目2問目ってやつね、もう多分これやばいかなと思いましたよ、見た瞬間。ああ、何人がこれでちょっと撃沈したのかなと思ったもんね。うん、撃沈したのかなと。でも最後までこれ分かんないからね、決めるのって自分ではないので、もし自分で決めることができるんだったら、とうに受かってますよ、とうに。それだけ実力あるってことです。
もう客観的に分かるってこと、そんなことないから予備校にまだいるんだよね、おそらくね。だから自分で決めないでください、どうかってことはね、あの合否分かりませんからまだ、うん、であとは数の原理によるね、今年何人取るかによって決まります、何人っていうのは、ね、だから早速勉強した方がいいよ、どうあれ、あのどっちの勉強するのか知らないけど、まあ普通は口実か選択だよね、これからやるとするならば。でそれをすぐ始めた方が良いと思うし、でもし、そうじゃなくてもう担当からやるんだよって人もいますよね、その方は担当もやった方がいいです、すぐじゃないと追いつかないです、どう見たって。来年改正相当あるね、特許もかなり変わってるでしょ、条文変わってるし、かなりで不況法も20箇条くらい増えるもんね、増えるので、それもやらなかったらダメとなりますね、ダメダメとなるんで、あのそれがたくさん出てきます。で足切りでしょ、でそれを含めてちゃんとやらないといけないので、まあ、しっかりと、まあ、来年に向けてやっていただきたいかなと思っておりますね。まあ終わったんだからいいじゃないですか、もうあんまり考えない方が、ね、あんまり考えてもいいこと一つもないよ、一点も上がらないから、どう見たって。あとはあの他の人との相対的評価ですから、これあの今偏差値採点なんで、これ相対的評価です。だから点数悪くたってもしかすると54点ってありえるよ、偏差値採点54点ありえるんで、素点が40ぐらいでも50点ってあるので、分かりません、それは実際上は。だから自分で決めちゃいけないですよ、ダメって帰ってくるまで分かりませんから、淡々と勉強してください、ね、機会がある方はやるべきということです。ということで商品を終わりたいと思います。お疲れ様でした。